ナメ作りました。はい、だいたい今収支が本当になりました。バナリ不安だな。いやマジでこれマジでよくない。うん、よし、ほぼ4万。頼む頼む、マジで。もうちょっと高いのが連発するよ。平和じゃない。マジでやばかったんやけど、肩がバキバキ。俺マジでもう腰がやばい。ぎっくり腰メーターってのがあるんやけど、ぎっくり腰メーター、あと1日ああいうとこで寝たら俺またなる説が。で今から平和島まで結構まだ時間があって、さすがにちょっとシャワーを浴びたい。だから満喫でちょっと休んでいく。いくらぐらいやろ。それ次第やね。まあそんくらいやったらいいよね、使ってもね。いやこれちょっと漫画喫茶で休めたのマジでかいね。まあ、だいぶ感じしたね。多分今から行けばちょうどいい時間帯なんよね。そうですね。久しぶり。ウォーターズの初めての撮影が平和島。そうだね。割とね、結構ウォーターズの分岐点になるような時よね。一番最初やし、帯取った時やしとかで、結構けあの馴染み深いボートです。太郎さん的にはなんか狙ってるレースある？俺は3、4レース。3、4レースか。実際的には5、6あたりに行きたい。5、6。これね、今日準優組がね、どうなるかやね。あ、そうそうそう、今日準優日だもんで、準優勝戦の1個前の前哨戦があるよ。そこの前半レースで、まあ、準優組がどれだけ暴れるかみたいな。暴れるかな。暴れるくんじゃないかね。俺ら1回でもミスったら終わりよ。終わり。もうそれくらい結構追い詰められてて、1万2000あるって言っても目指してるところ、勝ちにこだわるためって考えたら、結構今日はもう一発目から大事。いや今日はマジで10万ぐらい目指しますよ。1万円を10万にするってマジで相当よ。そうそうないことで、そうそうできることじゃないよ。みんな大体1日の回収率 200%、 つまり大体2倍とか3倍にしたらもしかしたら勝ちやねえなのに、10倍って割ともう爆勝ちよ。 1000% だよね。いやでも最高、大好きなレース場トップ3に入ります。撮影許可を出したら、うん、ちょっと今コロナ対策で水面でちょっと撮影ができると。そうだね。だけど今回特別にここの部屋を貸していただいて、うん、ここで撮影することになります。はい、ありがとうございます。もうこれ本当にありがとうございます。俺ら終わった思ったもんね。ここもダメだったらもう旅終了の危機というかね。そうそうそう。ここでもう早速残りのね、1万2000を使ってプラスに持っていこうかなと。で、なんかシシさんはちょっと水面で撮影ができんくんや、シシさんは一人で見てもらって、そうだね、見てきてもらって、俺ここで待っておくし、うん、で、もし間に合わんと思ったら連絡ちょうだい。めちゃくちゃ寂しそう。何を書いてんだあれ。波？ 6？ ん？何だあれ。あっち。めちゃくちゃ周りの人に変な感じでいられてる。恥ずかしがって帰ってきた。ただいま。だいぶあの周りの人から変な目で見られてたけど、あれ何してたの？いち早く太郎さんに情報を伝えたかった。何をしてたのあれは。1号艇から6号艇まで、うんうん、行き足に使わないけど、5号艇はプロペラを回しすぎてるから、ここはあんまりだよ。全体わからない。ロシア語聞かされてるぐらいわからない。それ恥ずかしいです。めちゃくちゃ指さされてたしね。でも、うん、またやります。やんの？で、どうやったので、結論は5はちょっとレンに絡みづらいかなっていうような感じではあったけど、まあ、とりあえず2は行き足だよ。だってさ、ヒューゴくん東京やしね。富樫選手結婚したよね。俺らの富樫選手を殿堂入りさせた男として。え？アイドルとして見てる。不純じゃな、アイドルを不純？え、これいやデータとかそのちょっと待って、アイドル不純のやつをちょっとかやらな。マジでアイドル好きな人たちにだいぶ言われるよ、そんなこと言ってたら。ね、いかんよね。マジでアイドル不純。1号艇の気になる勝率。いわ。何何何？いや俺そんな横島な目で見たことないし。カメラマン。もうだから俺のこの愛が伝わらんのよな。ね、マジで。1号艇逃げる確率58です。58。
でもね、真面目にいくと今泉選手って何が強いと思う、シスさん。パン。それがないよ。で、今泉選手って決してスタートをね、早く行くタイプじゃないもんね、うん、そうね。ってことは1が負ける可能性も十分あるの、うんうん、多分ね、今ね、1、2の一番人気あたりでもね、10倍以上超えてるよね、うんうん、1だけで行くのか、2、3とか頭で行くのかもちょっと考えとかんと、ね、でこれね、ちなみにないけど2が来る確率14あるよね。4と5が 10% あるけんが、まあ5は切るとして、で、1号艇は絶対軸にしてもいいよ、うん、3連対戦えげつないけど、そうだね、ちょっとでもオッズに余裕があるなら2、4頭も買っててもいいのかもしれないし、うんうん、まあこれあとオッズと相談しよっか。そうだね、ちょっと相談して決めます。1、2、4に1万ぐらいかけてそんな入れないか。124が1万人気で 9.8 万、うん、それでは船券買ってきました。はい、でれん2点。これめちゃくちゃ理由があって、はい、まず最初に1号艇が逃げる確率が高い、めちゃくちゃ激アツ でも今泉選手って意外と1号艇負けることが多い選手、うん、なんでオッズが割れてくれる、ね、そうなんだよ。でも今回展示を見た時点で普段の今泉選手が勝てる条件が揃ってるとシスさんが見抜いてきた、うん、でそして2着にしたのがこれね、2なんでかって言ったら今泉選手スタートが遅いでも強いよ、遅いことで有名なんだけど、この2の壁が厚いから逃げれるよっていう風に話した。これちなみにデータでも 1,2 は 40% ある、うん、でさらに 1,2 が来た時に3着に来るの4か6しかなくて、うん、1,2,4 来る確率が20で 1,2,6 が来る確率60ある。ってことはもうここ絞りに絞って他のやつ削ってもう流さんでもいいぐらい、うん、でしかも5はシスさんが絶対コンテそう回転を回しすぎてるならもう来ないってことで今回これでもうね、これ正直ね8,000いってるよ、あと4,000しかないから、それくらいオッズが美味しかった、うん、ということでこれで勝負します。頼みます。さあスリットどうなる、これ大丈夫、これ起こし大丈夫、いいよし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 、いいよいいよ、この体型めちゃくちゃ理想、めっちゃいい、よし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 、こまこまこま、よし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 、さあこっから勝負、こっからこっから、よし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 、ナイス、よしよし、いいよ逃げた、よし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 、めっちゃいい、めっちゃいい、2、3着がどれくらいか、うわこいつまで、でもどうなるかわからんね、まだ頼む、マジで、うわちょっと待って、6も来てるし、6も、でもそのまま来てるし、いいね、よし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 よみんな中に、よしよし、あ危ない危ない危ない、これ3が危なかったね今ね、いやー4コンかな、4頼む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 頑張れ頼む、伸びてこい伸びてこい、マジで今言ったらマジで激アツ、マジで激アツね、頑張れ頑張れ4コンで伸びて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 、あー6か6か、いやでも秋田選手ね、あの3号艇守るためにね、うんうんうん、ちょっとスピード落としたもんね、とりあえずこれ1,2,6,4,000入れとるから、うん、いくらなるかね、4,000入れとるから、よし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 、もう約5万か、5万6000か、おお、よし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 、これちなみにデータでも 1,2 は 40% ある、うん、でさらに 1,2 が来た時に3着に来るの4か6しかなくて、うん、これだいぶ回復やね、だいぶ回復、よかった、これマジで外したら俺らあと4,000やったよ、危ねえ、マジでこれ予約飯食えるね、よかった、今日何食おう、冷たいそばとか食いたい、食べるわ、おかえり1万円、かまいいいかへん、まずさっきのでかかったね、いやほんとでかかった、じゃそしたらシスさん何食べよっか、冷たいそばとかいいんじゃない、あーめちゃくちゃいいね、えそこ入んの冷たいそばは、いやいいもん見えちゃったさ、ここ入っていい、シスさんあれはあかんで、何が何が、昼飯吉野家行ったやん、行った平和島吉野家入ってるやん、で俺が先に牛丼頼んで座ってたらさ、何持ってきた、うな重はサラリーマンが給料入って食べれるもんなんや、ご褒美なんやあれは、ってことは俺らは牛丼しか食っちゃいかんのよ、なんでそこで吉野家ちょっと調子乗んの、もう忘れた昨日の地獄を、もうちょっとこうやってさ、あのお金でそうやって遊ぶのそろそろやめて、マジで話しかけられそう、ありがとうございます、さあちょっと待ってね、さあ、
あの人だけもらってる。嘘やん。そして話しかけられそう。あ、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。あの人だけもらってる。ありがとうございます。健太郎さんに。あ、すいません、ありがとうございます。あそこで多分見てる。あ、見てる。ありがとうございます。またやり始めた。あ、一発いってことか。オッケーオッケー。今のスタート、オッケー。3番 ?3。ウィッシュ。3番ウィッシュ。か?5番。回転が下がって、ここはウィッシュやろ。あそこは最後ウィッシュせな。よし。また謎展示やってたね。何ですか謎展示って。1号艇熱いやろ。熱い。熱い。3号艇は?3号艇。うん。ウィッシュじゃないですか。それどういうことなんそれ。俺らイケイケかなと思って。ダメの。ダメってこと。もっとダメ。あ、そんなに。で5は。5は回しすぎ。あ、回しすぎ。あ、そういうことか。これね、オッズもね、逃げの割に悪いよね。データ的にどうなのこれ。1。1の逃げが58。58。で12が 40%、13が 24、16が 12% ある。これ高いよね結構ね。まあでもね。それぐらい入れた方がいいじゃん。だって16なんてオッズさめちゃくちゃ。うん、で16の場合はもう23だけでいい。16流しじゃなくてもいいんだ。いい23だけでいい。で5はどうする？回しすぎってことはどういうことなの？5は引き波に乗った時にもうロスがひどすぎて、うんうん、靴が脱げるみたいな。あ、そうなの。かかと踏んで走る人いるじゃんよく。あれで走ってるから、すぐ脱げる。でもああいう人たち脱げた後めちゃくちゃ速いで。裸足で、うん、裸足であの地面掴むけんさ。小学校の運動会の時さ、裸足で走る謎の集団おった。小学校3、4年生ぐらいまで速い感じするけど、5、6ってなってくるとね、もう遅いもんね。やっぱ俊足よ、時代は。時代は俊足。14がね、10% しかないよ。で、一番人気なよね。14どうするこれ。いや、でもそんな簡単なレースじゃないよ、これ。見てて、4号艇バランスが取れてるけど、そんな抜け出すような足じゃないもん。14買うなら14、2だけでいいと思って、もし買うなら、うんうん、でも 8.1 倍なんだよ、これ。データ派としては1、2着に2、3と、あと6。もう5は完全に切っていい。切ようか。いいよいいよ、全然。とか、データ的のね、5低いんよ、全部。あ、そうなんだ。うん、じゃあそれで、この後のレース、なんかシッサー狙ってるレースあるの。順位だね。じゃあそこで熱くいこうか。うん。はい、それでは船券買ってきました。審査発表お願い。はい、でれん。1号艇頭から、まあちょっと買い目がね、ちょっとバラバラなんですけど、うん、まず1号艇激アツです。めちゃくちゃ激アツです、うん、まあ。ということで1位。で、5号艇、多分回転を回しすぎちゃってるってことで、あんまり合ってないです、うん。空転してる。掴んでないってことで、うん、これ着に入りにくい。出足をつけたいからですけど、ちょっとついてないよっていうことでも、うん、ね。切ったよね。はい。で、あとはもう普通に2、3着はデータと資産の展示があったところ。うん、で、これでいきます。はい、で、これ資金配分してる理由が、うん、言ったらもう16のところだけ満州で。めちゃくちゃ高いんだよね。だからもうここ1000円だけでいいんじゃないかって。で、残りのやつを均等買い。これで勝負します。これ14が人気やから、うん、14がこんかったら俺らの勝ち。はい。ということで、この買い目で勝負します。16来たらもう、焦点。いいんじゃない ?1 号艇めっちゃいいじゃん、行き足で。さあ、1号艇バスリットロー。よし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 。わあ、白井選手出てるな。いやいやいや、3号艇ブロックして、ブロックして、ブロックして、ブロックして。で、1、2、2、1、2、2、マジで1、2、1、2、来い。いや、待って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 。めっちゃいい、めっちゃいい。待って待って待って、飲み込まれてる。うそー、マジで負ける。うわー、マジか、ここダメかな、これダメかな、差し返せんかな。うわ、無理か、2号艇邪魔やった。うわー、4、1、2。嘘やん、ここ逃げれんか。いや、これちょっと痛いかな。ここ取っときたかったね。取っときたかった。うわ、2200円。ああ、そうなんだ。7番人気だよね。まあまだチャンスあるけんね。4万あるけんが、朝の1万とかそのレベルじゃないけんが、普通にかけたら勝てる勝てる。展示どうやった？これね、結構ね、いい情報を掴みました。何？2番、うん、めちゃくちゃ悪い。これ、ね、下に行くと分かるよ。なんで2号艇が飛びそうな感じだったの？2番って一番最初に落として船を向けるときにサイドをかけるとブレーキをかける動作が一番大事なんだけど、もうかかって長すぎて2番が一番まずい。うん、6番めちゃくちゃいいです。ただね、2着になるっていうわけではないけど、船足的なものね、もう本当に道中戦では有利に来れます。ちょっとね、2番は調整外しちゃったかなみたいな感じで。
あ、そうなんや、うん、これ逃げる確率67で俺は逃げでいいと思っちゃう、はいはい、1が勝つんやね。12が25で一番高いのは13の31なんやね。で14が22で16が16で166番。そうなんだ。そう、はい、ここどうしようかなと思って7つで3着なんか切れるやついない。いや、もう本当にひどいなと思ったら2なんだよ。じゃあ2切る、まあ、ちょっともうちょっと相談してから決めようか。ちょっとおつ相談してから決めようか、うん、大事な勝負だし。ちょっと待とう、1、3のやっぱ経験するのも。はい、それでは船券買ってきました。今回はデレン146全。そうで、これにした理由が、はいはいはい、もう2人の意見としては14がデータ的にもいいよと、うん、であと16が資産的にちょっといいかもしれんと、うん、いうことで、これまあオッズ的にね、配分した時にこれでいこうかということで、うん、この買い物にしました、うん、これね、16が発生する確率が低いかもしれないけど全然あるっていう。で14はお互いにデータ的にも高いで展示もいいと、うん、じゃあもうレース始めましょう、いこうか。いや、マジまだ玉が行きたいんだって。玉が行かして、1号艇逃げて、マジ木下選手逃げて、逃げて、スリット揃って玉が行かして、これ、よし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 、木下選手いいよ、逃げれるよね、いい、抑えて抑えて、いい、よしよしよし、逃げた逃げた逃げた、よし、こっから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 、よし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 、やばい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 、ちょっと待って待って待って、まだ2、3着かわからん、これ頼む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 、マジお願いします、マジお願いします、押さえて押さえて押さえて、頑張れ、よいしょよいしょよいしょ、待って待って、分からん、どうなるこれ、刺さってる、刺さった刺さった、いや、あ、分からん、まず、ちょっと待って、これ3と4のやり合い、頼む頼む、マジでこれどっち切り返す、どっち切り返す、マジ頼む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 、マジで回すのか、なるほどなるほど、よいしょよしよし、うわ、2も来てる、よしよしよし、どうなるどうなる、え、どうなんだ、いや、これめちゃくちゃむずい、頼む頼む頼む、4号艇も届いてるし、2号艇これね、打ち伸びするよね、やり合うね、あ、チャンスじゃない、よし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 、これめちゃくちゃむずい、よし、抜けてこい抜けてこい抜けてこい、よし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 、これでかい、抜けてきた抜けてきた、よし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 、このままこのままこのまま、マジ頼む、マジ押さえて押さえて、よしよしよし、これ決まったら、ほぼほぼ決まったんじゃない、よし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 、これでも2の方が多分強いよね、2の方がいいの、1、3で売れとったから、頼む、うん、なる、2で、刺してこい刺してこい、よし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 、これいいんじゃない、よしよし、数倍の差やけど、でかい、8000入れとか、1、4、2、よし、よかった、あぶねー、いや、これマジで危なかった、よし、19万、うおー大回復してるやん。で14はお互いにデータ的にも高いで展示もいいと、うん、今回札束だけじゃない、あ、2冊券を入れる、大勝利、9万円のクラス、最後の12やばかったね、えぐかった、いや、これ俺ら3来てたら、うん、こんなニコニコしてないで終わってた、いや、マジでしんどかった、あー、19万だろ、19万、ホテルもね、見ましたよ、帝国ホテル、あ、それ俺聞いたことある、聞いたことある、モーニングもついてて2人で6万それはない、それはない、ちょっと待って、ちょっとそれはさすがにやりすぎやわ、もうちょっと安いね、で今日移動費がない件が2人で1万ずつで、ちょっと夜は食べようよ、じゃあ1万で安くして、うん、いいの食べよう、一番で十分高いよ、今回はとりあえず3万ぐらい使って、うん、移動費もかからんしね、そうだね、でみんなでご飯食べて明日16万ぐらい持って多摩川に貯金しに行こうか、じゃあ行きますか、貯金、今日はね品川に泊まります、行こう、じゃあタクシー乗るか、品川駅まで行こうか、なんかいきなり金遣い荒まってますけど、19万買った男やけんね、ちなみに、はい、SG の福岡の時とどっちが進歩だった、こっちこっち、こっち秒でこっち、うん、断然こっち、何がそんな違いました、もうマジ俺もう決めたもんね、シスさんと夜行に乗らないって、うん、真ん中にこうやってさ肘掛けあるやん、あるよね、こうやってで、そこを自分のもんと思って使っとるからガンガン俺の方に入ってくるしね、しかも最近シスさん横に肉厚なってきとるから、肘でローしてやる、肘でそれエルボーね、エルボー、明日の玉がいくらにするのって言ってますか、30万じゃない、俺も30万って言われたの、ね、
もうそれなんかめちゃくちゃなんか相思相愛やんみたいな顔やめて。本当に感じます。ホテルめちゃくちゃ良かったんですよ。お寿司食べた。お寿司中トロが好き。それは俺の証明書やし食べなあかん。この辺あるじゃないかな。ジョーセットを寿司さん塩って言ったらどっちが。塩で。塩で、はい。結局焼肉になったもんな。肉食ってね、うん、食いたいんやろ。そう、肉がどうしても食いたい。まあ、だってもう匂いに惹かれてたしね。特上カルビにしちゃいました。全部上やね。全部上。上にしてる。オールベッドやね。オールベッド。上にオールベッド。全然全然。前回もやったんですけど、視聴者の方からコメントがいっぱいいただいているので答えてもらってもいいですかね。はい、ぜひ。今、ビギナーで、うなきゅんが当たりません。どうやったら当たりますか。そうだな、24乗をバラバラでやるよりは一つのレース場をまずやった方がいいかもしれない。24個を全部ちょっとずつやってできるようになったんじゃなくて、1個ずつできるようになって今自分の船系の買い方があるんだけど、一節感追うじゃん。そうするとこのエンジンいいなと思ったらなんかメモしとく。64号機が良かったなと思ったら64って書いておく。次の節の初日には64号機が活躍する可能性が高いわけ。ちなみに高さの自分がどっち派なのかっていうのを理解することが大事で、そのどっち派って何かって言ったら、コツコツ当てていくのか、一発逆転を狙うタイプかっていうのをまず見極めて、でコツコツ当てる人はもう広くでもいいけん、とにかく当て続けるのか、でそれよりも点数絞ってでかいの狙いに行くのかっていうので、まずそこの自分がどっちのタイプかを見極めて、そこからスタート。もう食べていい？はい、食べていいです。焼けてます？いただきます。いい、最高。ポーターズが撮影しているところを見かけました。声とかかけても大丈夫ですか。あ、それはもうぜひ。全然いい。話しかけられてもらって何がいいかって、あの疲れが取れるよ ね、 ちょっとね。あ、そうそうそう、応援になって嬉しいよ ね、 ね。明日駒川どうする。どうする、どうする。もうね、期待にね満ち溢れてます。昨日のあの夕方のテンションと全く違う。今日入った時1万1000ぐらいだったら、今19万ぐらいだったら、どうだ、これ10倍なわけよ。11倍。明日200万です。なんて11倍で忘れてない。俺ら今日泊まってるホテルの誰と。すぐ忘れるよね。すぐ忘れる。そういうところで19万取ったっていう記憶以外あれやね。シスさんね、はい、あの1個目の皿の肉俺焼いてたやん。ほとんど食ったけん気づいてないやろ。でもね、俺そんなこともあろうかと一番いい肉残してるん。今からっすよ。え、ちゃんと肉の量。ラストデイということで今回旅が最後。いや、ウェイトを買わなくてもいいけどね、別にそっちが。うわぁ、食べたい。満州か。シスさん、朝のテンションなくなってるやん。満州がね、出る確率高いってあるよ。今ちょっとテンション上げてください。分かった。えぐい手を見つけました。うるさい。俺らの思いを全て託そうじゃないか。はい、押せ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 。